いや、暑いですね。速稼塾の久保です。まあ、暑いのはいいんだけどもね、ちょっとね、税金が高すぎるね。日本の税金が。もう、ずっとね、黙って言われるままに払ってきたり、企業の会計しながらやってきましたけどね、会社の資産がなくなるのは税金が高すぎるからだ。で、税金がどこに消えてるんだろうね。とてもじゃないけど、この国を形作るために、税金が、巡り巡って何かの予算に当たってるとは思えないし、現実そうじゃないんですよ。財政出動、通貨発行により予算は執行されて、その調整弁として便宜上マーケットから税金っていうのを徴収してるだけで、税金がなければ国家運営ができないっていうのは極論ですよね。全部無税国家にすればいいってもんではないんだけども、それにしても今の税金は高すぎてね、もうバカバカしくてやってられない。やってられないけどやるしかないしね。でも仮に毎月支払う税金が10万でもね、減免されたら、その10万円を消費活動に使えるわけですよ。なんかね、物買ったりとかね。いや、私だったらもう1台車のローン組みますよ。10万で。10万減税されたらね。で、税金がこれからも高くなることを見越して、不安だから使えなくなってくるじゃない。で、今度預金課税しようかとかね。なんか、投資に対する課税をしようかとか。バカ言うなって。本当にね。NHK 党ってのは、減税することをね、政策に掲げてるところが私好きなんですよね。他のところもいいのはあるんだけども。本当にね、このバカバカしいよね。この税金の高さ。NHK 党の政策の一つに、すべての増税に反対し、減税の実現を目指すってありましょう。すべての増税に反対ですよ。すべてですよ。そもそも増税してもいい世の中にならないわけですよ。財源が必要なら通貨発行で当面は賄えるわけで。例えばね、千年国債ってのを作ったとするじゃないですか。1000兆円の国債を発行して、そこから執行を毎月、例えばね、20兆円、30兆円、ちょろちょろすればいいんですよ。で、1000年かけて回収とかしたら、インフレがその1000兆円を埋めてくれると思うんですよ。1000兆円の国債を発行して1000年で返すみたいなね、ことをしても多分1000年もかからずに、これってのは消滅するんじゃないかと思いますよね。あんまりこういうことを話すとね、また長くなったり都市伝説化するんで、ただ言いたいのは、税金高すぎてバカバカしい。もういい加減にしろと。全く払わない世の中を希望してるわけじゃないんですよ。ただ高すぎるだろうみたいな。ふざけろよって感じですよね。もうね、言うことないですね、それ以外ね。稼げば稼ぐほど税金が追っかけてくるんで。じゃあこれじゃあね、頑張りがいがないですよね、本当にね。いってらっしゃい。